引きです。運試ししちゃう？伊藤は最新スマホ。みんなでモンストやろうぜ。スマホ来た。ボンバガバン。超重心再開催。スマホケースです。キッス。ねえ、あれ何？あれは景品が当たる福引きです。わお、モンストのガチャみたい。運試ししちゃう？伊藤は最新スマホ。当ててモンストやるぞ。はい、倒しです。あれ、タオルです。あら、残念しようです。みんなでのみんなを元気にしたい。俺はそういう俳優になりたい。急にどうした？壮大な。
嬉しそうだね。嬉しそう、嬉しそう、嬉しそう。もうちょっとこっち側もらえるといいね。顔ね、顔ね、はい。せーの、こっち側もらえます。ありがとう。すげえ、完璧。あこれって、今この銀って見えてない。入ってない。じゃあもう、こっちの方が絶対いいなと。じゃあそれでいこう。よーい、スタート。はい、出ます。めっちゃいいね。はい、オッケー。期待があった方がいい。期待があった方がいい。3つ、頼む。はい。はい、勝った。せーの。で、カーンってこっち行きたいね。こっち行きたい。うん、こっちですか。カーンって。はい、いきます。よーい。せーの。パッ。カッ。カット。カット。だから、俺があんまりこうならなければ、多分。じゃあこれ、こっから遊びに。ライブいい、ライブ。ライブ。ライブ。ぐらいだよね。そうそう。これだね、これこれ、もう一回やってみよう、これ。いや、いや、横出た方がいい。今一個ね、芝居で多分さっきこうやっていっちゃったんですよ。それを抑えればいい。せーの、ガン、バン。もういい。オッケー、いいと思います。はい、これカット、いってー。カット、いってー。まあ、そうだね、もう考えてないからね。ちょっと行ってきます。ここか、目線。わー、むずいな。せーの、はい、カット。カット。プレイバック。プレイバック。はい、よー。せーの、はい、カット。ああ、よかった。カット。ラストよかった。プレイバック。プレイバック。オッケー、いいと思います。ラストよかった。おいっす、オッケー。レバーカット、オッケー。オッケー。以上で全て終了です。ありがとうございました。はい、チーズ。はい、これ送りますよ。じゃあ俺も取ってもらって。楽しいですね。いや、相変わらずそうですね、うん、楽しい。なんか板についてきたんじゃないですか。まあそうね、なんかその前半よりは今の方がその、うん、カロリーコントロールというか力入る。最初の方はやっぱさ、思いっきりやって後半疲れまくって、そう、ね、残ってない 2% ぐらいの充電を絞り出して芝居してる感じはしたけど、まあ、ちょっとまあ慣れてきたというか、いい意味で。いいよね、うん、まあ、このなんか違和、この格好になる違和感はなくなってきたよ。確かにない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 。いや、それでもやっぱ奥2人の貪欲さはすごいですけどね。もうワンカットワンカット爪痕を残すぞっていう気合いは逆に忘れちゃダメよ。そう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 、忘れちゃダメよ。そうですね、80になってもこの感じでやりたいんだから勉強させていただきます。いや、バランスがいいんですよ、4人の。すごくなので、こうより4人で同じ表情をしてみたりとか、4人でなんか新しい何形というかフォーメーションが出来上がったりとか、今まではそれぞれのキャラクターをこう作ることでちょっと精一杯な部分があったりとか、うん、掴むことでね、なんか時間かかったりしたけど、ね、なんか4人で一つの絵を作るみたいなのが増えてきた気がしない？最近はちょっと役割分担できてきてね。そうなの、そうなの、うん、
じゃあこれお願いします、せーので、被ること本当ないですよね。ないね、もう多分、うん、いやもうその顔するなっつったらやっぱしてるもん。それはどうなの。もう俺が想像の範囲内みたいな。そのぐらいこうやっぱちゃんとテレパシー使えるようになってきたってことよ。ああ、テレパシーね。うん、俺らテレで話してるからね。そうそうそう、テレがね、テレがね、あっち側にね、電波あんま飛んでないのよ。テレのもうやめようか、ずっと滑ってた。危ないんだよ。この並び順も考えた方がいいんだよ。こうね、偏ってん、そうそう、偏ってんだよ。サンドイッチした方がいい。そう、確かにね。そうだね、うん。俺は気づかれないように、うん、昨日ぐらいから、うん、染谷くんの染めちゃって気づいて。気づかなかった。自然だった。いやいや、まず染めちゃんが気づいてないことがおかしいんだ。自然だったでしょ。いや、俺、あの、この作品に挑むのに、うん、それを目標にやったの。マジか。え、今まではさ、なんて言ったの。いや、なんか微妙な、あの途中ぐらいから、その、うん、山本さんから山本ちゃんに変わってたの。はいはいはい、染めちゃん側から、うんうんうん、このリクエストにお答えしようと、今回俺ちょっと。待って、俺山本ちゃんって言ったことない。いや、あるよ、結構呼んでるよ。え、じゃあ無意識、無意識、無意識、こわ。そうそうそう、ヤモじゃん、うん、で、ソメで、シソで見てたから、ここのまま呼ぶのか、うん、なんかそう、それなんか、みんな微妙な、微妙な、なんか微妙な空気よね。一応役名だしね。そう、うん、一応そうなんです。最初だって僕、お二人は初めましてだったから。そうそうそう、三島さん、ソメ谷さんでやってましたもんね。そうなんだよ、もう。でも今はもう、おい青いの、そんな子じゃねえ、青いの、そこは青いの。でもラッキーなのはみんな元気でここにいられることなんですよ。本当にこう7本撮ってきて、こういろんなことありましたけど、まあ世間的にもいろんなことがあるし、でもこの4人が元気で今この格好をして笑って喋れてるってことに僕はすごく奇跡を感じてます、うん、ありがとう、ありがとう。そしてこれからもよろしく。素晴らしい。はい、これの後喋ってやばい。おふざけ来ると思ってさ、ゼロ用意に来て、でも俺はすごく思ってるわけ。最初の、うん、こうCM 発表会の時に3人だったじゃない。そうね、そう、心細かったね。心細かったね。そうそう、確かに。シソン君ちょっと宇宙の出張に行かれてたんで、ね、そう、出張中あの動画を見て、なんて人たちなんだなと思って、もう早く撮影戻りたいなと思ってましたよ。でも戻ってきてくれた時かなり上がったよね。上がったよ。全然違ったよね。やっぱりいなきゃダメだった。やっぱり4人でやらなきゃダメなんだな。あのね、あの発表会だけね、うん、CM 自体は4人で、ね、そう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 、ね、やりましたけど。でも CM はさ、一応なんかみんなでこうやって通れる時間もあるし、あれだけどさ、発表会だから、しかも最初のね、なんかだってみんな子孫を見たいんでしょ。違うでしょ、だからそうそうそう、ピンクの子孫を見たいんでしょ。そのくだり僕どうやって答えたりか分かんない。そんなことないです、みんなを見たいんですよ。もういいよ、そうですって言っとけば。どうしたい。だって子孫、いや、だって会見はだってまた別だもんね。そう、別なのよ、だって、うん、そう、みんな会いに来てるんだからさ。まあそうっすね。なんかおお、いいよいいよいいよ。ちょっと突っ込んでくださいよ。いやいいよいいよ、うん、エース不在でなんか3人でなんか誰が求めてんのみたいな話ずっとして。いやちょっと待って、音声やめて。なんでそんなネガティブなこと言ってんすか。そんな変な世界で。でも特にないっていうのは本当に、うん、特にないっていうのはすごくラッキーだなって。俺でもなんか日本に10台しかねタクシーに乗って、なんかタクシーのお兄ちゃんなんかめっちゃレアなカードもらった。あれピンクのやつ。え、わかんない。違うか、何色かとか見てないけど、運がいいですねお客さんって。それ本当にタクシーだった。10分の何とかみたいな、なんか3みたいなカードもらって、へえ、幸運になりますよって。そのラッキーまで来てない。え、でもそのトーンで言われたの。言われたよ。え、それ本当にタクシーだった。その乗った車。何の話で言ったの。タクシー。いやだからタクシーだったそれ。タクシーで手を挙げたら止まったんだからさ。ちゃんと連れてってくれた。もう連れてってくれたよ。ああよかった。ラッキーだよ。本当に。助けてくれよ。だから立ち位置が違う。立ち位置が違う。道に迷うタクシー運転手だったよ。二人放置するから。
しそくなんか、ね、そうですね、やっぱ僕はあのいろいろ病気とかありましたけど、うん、なんか病気になって運悪い年だなってよく言われるんですけど、逆に僕はね復活できたから運いいなって、そうなんで、まあ、ラッキーっていう軽い言葉、いや本当にたくさんの人に支えてもらってるし迷惑かけてるんであれですけど、本当にあの支えてもらって周りに恵まれてるなってすごい感じましたね、うん、私は。ほら一周回ってやっぱあの話に戻るわけ、こうやって4人が元気でここにいられること、もうそれ自体がもうモンパカパーンですよ。お後がよろしいので、やりなさいよ今。やってくださいよ今。いやいや、まあね。あ、じゃあここで宣言しとくってことだ。12月までに。あ、先にね。そう。僕2ヶ月前からゴルフ始めたんですよ。でやっぱゴルフって言ったら100切りっていうのがやっぱすごく目標のラインなんですよ、うん、で僕誰にも教わってないんですけど野球やってたのもあってある程度行くんですよね、うん、あの初めての時も、うん、初めてコース回って130ぐらいは行けたんで、うん、ちょっとあと2ヶ月ぐらい 2,3 ヶ月あるんだったらちょっと100切りを目指そうかなと、おいう感じですね。具体的だな、いいね、うん、ちょっと健康的だね。もうめっちゃゴルフ最高ですよ、歩くし、運動できるし、ね、自然だし、うん、そんなことばっかしてますもん、最近。最高だね。散歩のことだったらいくらでも言ってください。OK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  散歩だから散歩、散歩のいい場所とか、散歩、ね、散歩のシチュエーションとか、はい、年越し、毎年蕎麦を打ってるんですよ、験担ぎで、うん、あ、そっか、12月までか。でもいいんじゃないですか。それがすごい、それを上達したい。おそば、うちを。その上達するために、じゃあこの3ヶ月間どうするの。ただ、俺毎年大晦日しか打たないでしょ。でもさ、もうさ、だってもうさ、こっちから大晦日じゃん。上達しないじゃんね。そう。で、修行しないから、うん、1年後やるじゃない、うん、忘れてるわけ。失敗をね、失敗を覚えてないと、失敗を克服できないでしょ、うん、同じ失敗を毎年しちゃうんだけど、うん、どうしようか。それでも毎年上達はしていってるんですか、少しずつ。いや、かたくなに1年に1回しか打ちたくない。そう、それで上手くなりたいんです。でも染めらしいったら染めらしいんじゃないですか、それが。そうだね、目標として絶対、うんうん、すごいね、でもね、そば打って。そうだね、健康診断受けたんですよ、今年。毎年ほとんどオール A っていうか、おう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 、いい評価で、メタボのとこだけ D だったの。それはやっぱ、なんで俺しか笑ってないの。今おかしくないよ、なんで俺しか笑わなかったの。メタボ D で。いや、俳優始めてから運動してないから。まあそれは俳優始めてからなんで俳優のせいにしてるの。いや、スポーツマンじゃないからさ。あ、そんななんか別に俺になんかムキムキ求めてるわけでもないし、運動してないからやっぱ普通に暮らしてるとやっぱ太っていって、だから体の脂質、脂肪分が増えてって、うん、なんか良くないなと思ったから、自転車買って、仕事行く前こごうかな、うん、ってことのを3年前にやろうと思って明日にしようって来てるから。じゃあここで宣言して今年中にはやろうかな、この3ヶ月でね、うん、じゃあ12月に見るヤモはシュッとなってるでしょ。おう、うん、そうだね、そうです。そうですね、まあ6、7ぐらいは。え、だいぶだね。落としたいっすね。それだいぶじゃない。だいぶだよ。いや、いけるよ。だって今日さ、着替える時にさ、うん、宇宙人になる前にさ、俺おじいちゃんみたいな。そう、俺おじいちゃんみたいな感じになっちゃってさ、上半身裸で。ちょっとあれよ、30代の体に戻しますね。おー、いいんじゃない。俺はですね、こう3ヶ月だとちょっとあれなんだけど、難しいな。3ヶ月にして。3ヶ月なんだよね。そう、みんなそこ縛りだから。あんまりね、ないんですよ。もう全部やりきった。やってんのよ、今。やってる、うん、基本的に、うん。やっちゃってて、それ以上増やすこともなければ、多分減らすこともないので。うん、全部やってますよ。何もやってる。毎朝もう運動するのもやってるし。うん、
今日もヨガしてきちゃってるから、あれ最後ヨガ決まってたでしょ。そうあれヨガなんだ。そうですそうです。健康だけじゃなくてさ、やっぱない、そう、ここやっぱり伸ばしてないとあれできないから。買いたいものとかさ、買いたいものもないんだよね。行きたい場所とかさ、こう見えて欲が全くないんですよ。だからこの3ヶ月はやっぱ楽しく生きていきたいですよね。それいい、いい目標じゃないですか。もうそれです、うん、なんかある？じゃあ逆にやっといてほしい。そうそう、やっといてほしい。3ヶ月後にまでに特にないかいそうなんだよそうなんだよ、けん玉とかじゃん。そしたら披露できる、うん、けん玉見せてよ技じゃあ次用意してもうちょっと最先端のやつがいいな